はい、芸人男塾ですけども、はい、あ、まあ芸人努力してるっていうのがあるやんか。まあ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 、はいはいはい、これがすごい難しいのが、芸人と努力ってほんまに見えにくくない？まあその努力の仕方もちょっと決まってないというか。そうやね、だから人によって全然違うから、誰が一体努力してて誰がどう努力してるのかっていうのがめちゃくちゃ見えへんやんか。はい、見えへんからこそめちゃくちゃ怖いのよ。あ、なるほど。で、単純に僕が昔からすごいなと思ったのがノンスタイルの石田くん。なんか一緒の番、なんかこうロケ車とか乗っててもずっとこうネタ書いてたりとか、もう分かりやすく努力してんのよ。あ、こんだけネタずっと食ってんねやみたいな。もうその努力が分かりやすいやん。もうこう、うわ、すごい。確かにね。そういうタイプですね、うん。はいはいはい。そういうタイプはあるやんか。で、例えば、あと、その、誰やろな、こう、あと、なんかこう、当時若手とかやったら、みんなが打ち合わせしてる、の、なんていうか、部屋が分かるやんか。はいはい。はい。で、その時にすごいびっくりしたのは、なんかこう、ベース吉本で全員こう、NGK 単独やるみたいな。はい。で、その時に僕らも単独やらせてもらったんですけど、あのチュートリアルとかブラックマヨネーズとかロザンとか、みんなそれぞれに行って単独を、はい、あの NGK でもう打つみたいなことが、はい、それも今から20年ぐらい前なんやけど、もっと前かな、もうそんな時代があったんですよ。キングコングとかみんな単独打つんですけど、はい、その時にハリガネロックさんだけ、はい、2days だったんですよ。へ、えーやばってなって、だから内容が違うわけですよね。そう、だから漫才とコントで 2days だったんですよ。なんとなくのみんなの並びってこう、まあ、例えば漫才2本コント6本とか、はい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 、なんとなくこう、まあ、人に読んだけどこう8本とかやったのが、もうハリガネロックさんだけはもうそこで言うたら倍やから、はい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 、露骨にこんだけ努力してるされてるんやっていうのをむちゃくちゃ覚えてる。ちょっと周りとしては焦りますよね、なんか。焦る。だからその、うん、とはいえなんかこう、努力を全く見せへんタイプの先輩もいるやん。はい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 。そうそう、ほんまに頑張ってんのかってやってるけど、めっちゃ結果出てるようなね、先輩とか。そう、だから、なんかこう、僕のもうずっと直の先輩と、剣道小林さんとか、ね、はい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 、一緒に、モストデンジャースクコンビで、まあやらせてもらったりとかね、あのイベントやらせてもらったりとか、普段小林さんとか見せへんやんから。確かに。まあ、そういうのを見せない方もいてるやん、前から努力を。はい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 。一体、なんか自分の努力は、その、どれぐらいなんやろっていうのって、こう、むちゃくちゃ原因で測りにくいやんか。測れないっすね。その、ものとして。うん。で、すごい僕、過去に、努力したことが、まあ、何回かあって。はい。はい、まあ、わかりやすい、例えばその、一つの例としたら、マラソン？はい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 、はい、で。マラソンっていうのを考えたときに、まあ、僕、4時間半ぐらいなんですよ。何回か走ってて、大体。はい。4時間半ぐらいのタイム出そうと思ったら、もう大体毎日10キロ走らなかった。もう基本10キロ走るみたいな。で、それを、まあ、多い時20キロ走ったりとかして、それ3ヶ月ぐらいとか続けて、やっと4時間半とか出たんですね。はいはいはい。はい。だからこれ、3時間台出すとか、3時間半切るとか、もう2時間半ってどんな努力やねんと思うのよ。はいはいはい。まあ、言うたらその違うけど、ジャンルで言うと、そう考えたら、天気図の宇野くんとかは、やばいのよ。はい、もう2時間台やからね、マラソンも。で、大体こうスポーツイベントにいろんなとこ顔出してて。はいはいはい。で、この前も、加賀ナイトマラソンっていう、こう加賀のマラソンがあって、そこ20キロやったかな。20キロ走った後に、次の日、もうフロント行ったら8時ぐらいなんですけど、はい、僕ちょっと走ってきましたって、20キロ走ってまた朝走ってんの。すごいっすね。もうだから、もう努力がすごいんですよ。うん、でもっと言うと、それは、実業団とかオリンピック行く人はもっともっと練習してるわけやんか。はい。はい、で、今僕、ファイナルシャンプルランナーのこう1級目指してやってるんですけど、
まあしんどいな、はっきり言って毎日勉強してるから。あれ、八木さんはそのしんどくなくするっていうモットーでね、結構やられてやってんねんけど、やっぱりしんどい、はい、結局のところはまあそれはもちろんしんどいのあるやん、ね、うん、うん、ってことはこれがこんなしんどいってことは、まあそれを一級取った人もそうやし、その税理士さんとか、うん、もっと言うとその公認会計士さんとかってどんだけ努力したんやろうと、弁護士さんとか、うん、だからそのテレビに出てる弁護士の先生とかってどんだけ努力したんやと。で僕もまだあの勉強しだして、まあ一級の勉強して1年まだ半経ってないぐらいだけど、それでもこんだけ毎日勉強したらきついけど、はい、あ、収録前に生放送の番組があって、その収録前に弁護士の先生おられたから、まあ、先生って、はい、先生ってどんなか、あ、弁護士って何回目で受けた、受かられたんですか、うん、あ、僕ちょっと遅くて6年なんですみたいな。6年かい。ファイナンシャルプランナー年3回あるんだけど、なので1年間に1回テストを6年間受かるか受からないかの中で1日8時間とか10時間を勉強し続けるわけやんか。はい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 。しかも人生かけて大学卒業して、はい、こともせんとずっと13時間とか勉強して勉強し続ける6年間、うん、いや取れてるからええものの、5年目に落ちた時にどんな気持ちやったのとか、その1年かけて試験落ちた瞬間えげつないでしょうね。えげつないやろ、だってで多分起きて、例えば7時とかに起きて、はい、まあ12時ぐらいまで勉強して、で5時間ぐらいやんか、で、まあ、1時間休憩して、また1時からまあ6時ぐらいまで勉強して、で晩ご飯食べて、でまた勉強してって、でこれずっと1年間繰り返すわけやんか、はい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 、でテストで6年間をやって、その5年目の時に落ちた時の絶望感とか、あとは周りが言ったらまあ当然もともといい大学とか行ったはずやろうから、はいはい、でなんかこう結婚してとか、そういう中でこう乗り越えてきたって考えただけでもうなんか胸が熱くなるぐらいすごいと思うの、俺はそのとやってきたことが、ね、だから明確に僕がそのなんていうかこうマラソンやってる人のすごさ、2時間とかで走ってる人のすごさと、その弁護士の先生とか税理士の先生とかがをほんまにリスペクトするの。はい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 。それは僕はやったから、あの難しさっていうのを持ったらできんねん。あと格闘技僕やってきて、一応その高校時代は柔道とね、極真空手で初段まで取れたんですけど、はい、それやってたその今あのプロで戦ってる人のすごさ、はい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 、もうちょっとかじったからこそ分かるすごさだったやん。はいはいはい、だからこそそれは多分小バッターが、うんうんうん、感じのも一緒じゃん、サッカー選手に対してリスペクトして、えぐいでしょ。はい、そう、もちろんそうです。もう J リーが入ってる時点でやばいでしょ。いや、もうものすごいこと、本当に選ばれた人たちの集団っていう、もう努力ありきでしょ。はい、だからみんなものすごいんですよ、そのでって考えた時に芸人だけが努力っていうのがあんまりこうピンとけえへんというか、はい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 、なんかこう連動せえへんくない、芸人で売れてる人とこう努力っていうのが、はいはい、努力してないから連動せえへんねんか。だって人間としてクズであればあるほど売れた人もいますしね。そうやね、それがだから難しくって、はい、なんかね、こう分からなくなるのよね。でこれ一つの法則としてこうね、はいはいはい、上に来すぎたらこうバロメーターがちょっとバグるっていうのがあって、はい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 、お相撲さんとかそうなんです、相撲取りとかそうで、相撲取りがめっちゃ強いって感じると感じるときって多分あの3段目とか、はい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 、ど2段とか3段目の人を見た方がうわってなるよ、うん、それは何でなんですか。なんでかっていうとまだリアルやから体が。ああ僕大阪場所でエニタイムが一緒やった、僕がエニタイムが入ってるんですけど、たまたま近くのお相撲さん、多分お相撲さんであろう方が来られたんですよ。はいはいはい。で、その後ろの、まあ、その番付よくわかんないけど、言うたら足がビタってもうありえんぐらいこう開脚、太ももの太さのサイズとかが、もうジムでは見たことない感じなんか。はい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 。だから、ただそこら辺はすごいなと思うけど、もうあの幕内の人とか見てたら、もうなんか別の人間みたいに見えるのよ。もう通って
そう、遠すぎて、だからなんかベンチプレスも220キロぐらいだいたいみんな投げはるんですよ。バケそう、そもそもその220キロを上げてるとこ見たことないし、ジムで。うん。ってなったら、すごいっていうことがもうと、なんかすごすぎて分からへんっていう感じ。はい。だから、芸人って、めっちゃ努力してるのかなってちょっと思い出してきて、なんかその、みんなそうやん。だってマラソンもめちゃくちゃすごいし努力してるやんか。で、勉強してる人もめちゃすごいやんか。みんなこう芸人って芸人の努力のバロメーターがなんかこう分からへんようになってきてんけど、最近ちょっとまさに昨日なんですけど、芸人の努力の バロメーターを知ることになったの。努力も入れるようになったってことですか。そう、今の話、この話が言いたかったんですよ。それはどういうことですか。市川小口くんとかある？市川小口さん、はいはいはい。おだらげやんねんけど。はいはい、メガネかけられた。そう。はいはいはい。市川小口くんと一緒やって、まあまあ競輪マンけど、まあ市川小口くん自体はもう芸歴も20年ぐらい超えてるのかな。で、はい、ゴッドタレント。結構世界ね、回られてる方ですよね。そう、で世界回ってて、なんかゴッドタレントも結構いいとこまで行って。で、まあ、おならゲーで今活躍してるけど、昨日は別にそのおならゲーっていうよりかは、まあこう、競輪番組の中でちょっとネタやるみたいな感じだった。で、まあ生でその、吹き矢をこうやって、こう、風船割るみたいな。はい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 。まあ、すごいな、みたいな話になって、まあそこは。終わったけど、すごいなとか言って、で、これってなんでどうやってんのみたいな、まあ、回ってるとこですかみたいなね、はいはいはい、どうやってんのって言ったら、いやこれなんかね、まあ、ヨガみたいな感じなんですよ。はい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 。ヨガみたいな感じでちょっと難しいんですよ、この お腹のそこに力を入れてこう吹き出すみたいな感じなんですけどみたいな、匂いとかしない人、こうまあ全然大丈夫人とか、僕あの2日間絶食してるんでって言って、ってなって、はい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 。ちょ待って今の、一瞬やんのに、はい。二日間絶食したんっていう。ボケって言って、俺。いや、ほんまなんですって言って。ちょ、待って。今のや、お、10秒ぐらいやんのに、二日間食べてないのって言って。はいはいはい。めっちゃびっくりして。はい。って。で、でも、なんかちょっとなんか舐めたりとか、蜂蜜舐めたりとか、そういうのはするんですけど、とか言って、一応腸の中のやつを全部抜かないとダメなんで、うん、まあ、せっかく今日に合わせて2日間、ちょ、マジでってなって、はいはい、お腹とか減ら、まあ、減ったら、まあ、ちょっと、まあ、ほんまにこう、豆腐半丁とか食べて紛らわすんですけどってなって、うん、俺、むちゃくちゃびっくりして。で、市川君って、この後ってご飯はどうするのって、いや、もう急に食べたら、なんかお腹がびっくりするから、ちょっと鳴らして、多分お蕎麦半分ぐらいにするんですよと言って、ほんで、明日はどんな感じだった、明日4時からバイトなんですけど、朝のって言って、だって俺、その番組終わったのが11時半なんやか、夜中の。2日間絶食して、それやって、11時半に終わって、お蕎麦半分食べて、4時からバイト行くってなった時に、めっちゃなんか苦しくなってきて、俺。わかります。なんか、努力って、芸人で一つの芸をやるってことは、こういう努力いいんやった時になんかもう、なんか、なんていうか、今まで俺は、多分そうやと思うね。見てた人全員が、はい、パッとやって、はい、パッとやってたと思ってたと思うねんか。はい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 。なんかそのリアルな話を聞いたときに、なんかこうグッと詰まるものと、あと聞いたらなんかちゃんと笑われへんなっていうのもあって、このおならが匂いしないのもこんな努力のおかげなんだと思ったら、頑張ってんねや。思って、ほんで市川君って、そのそれ続いたらどうするんだよ。なるほどね。仕事がいっぱい。確かに。吉本のその仕事続いたことがあってんて、ガッて1ヶ月でなんかこうバッと2、3週間続いてんて、はいはいはい、今度は結局は食べられへんから、ずっと、はい、だからもう豆腐とかでちょっともうごまかしながらやって9キロ痩せたらしい。うわ、これ
もう絶対入れたらダメなんですかね。そのなんか匂いのしない食べ物みたいなのないんすかね、なんか。いや、多分そういうポンプみたいにするんやろね、多分。匂いだけ。ためるっていうか。匂いだけの問題じゃないと思うね、多分。なるほどね。いや、だからそう思った時に、なんかこう、やばいなと思って。芸人の努力。うん。それは筋肉でもそうだと思うよ。筋肉でも言ったら、まあ言ったら365日ずっと仕上げてるわけやからさ。はい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 。まあ同じもんずっと結構食べてるし。はい。どの状態でも仕上げてるって、あれはやっぱボディビルダーやとか鍛えてる人からしたら、もう脅威っていうかもうすごいと思うよ、その。そうっすね。ごまかしたいから。うん。で、考えたら、その、まあ、トーク番組、やってる、されてる、まあ、芸人の方とかってとんでもないなと思うね。いや、そうっすね。常々ね、やっぱストックして、寝てと思ったら。ほんまになくなるやん。はい。で、なんか分からないけど、こう、まあ、このラジオ、まあ、ラジオとかってこうないとこから起こしていったりとか、はいはいはい、まあ、こう、なんかいけるけど、だからテレビのトーク番組ってそういう感じじゃなくて、こう、まともに披露するみたいな感じになったときに、で、毎週ってことは、50本やん。まあ、休みあるとしても、まあ、45本とか、年40ぐらいでしょ。で、タイプによると思うけど、あれを活字にしてる人もいると思うんだよ、多分。一回起こして。うん、起こして、トークの活字にしてる人、うん、まあ僕実際してんだけど、誰とか言わへんけど、まあ、トークの活字にしてる人って結構ボリュームサイズあるやんか、トークの。はい。だから多分、そら、10分でも多分、原稿用紙5枚とかそんなんいくやんか。だから、なんかもう、芸人の努力っていうのを、なんかこう、なんかパッとバラエティ見てたらなんかあんま感じんだけど、部分切り崩したらエグいなっていうのが分かってくる、はい、そうっすね。うん。ここから始まる僕だけの